クレブリは、新末の官僚。字は、中雲。石膏省戦闘圏出身。1814年に新誌となり、初期誌に選ばれ、編集となった。1822年、雲南省大理事府となり、三島のぼる来聖堂、奇襲家手道、堂、奇州あぜち、三成不正氏、四戦不正氏を歴任した。1852年、雲南巡部に就任。 当時の雲南省では海民が放棄し、太平天国軍が厚生省から侵入してくる状況であったが、雲気総督のクレブン洋と共に鎮圧に当たった。1854年、先制順部に異動となったが、就任前に雲気総督代理として、紀州省の陽大鳥の放棄を鎮圧した。1855年、先制順部に赴任すると同官で、 太平天国に呼応して放棄しようとした、陳道明を捉えた。翌年に、四川総督に昇進。1857年、雲気総督に移動となった。この頃の雲南省は、漢人と海民の対立が激化して、と文秀や馬女流率いる海民が放棄し、漢人の断念と殺し合う状況であり、前総督の久志春は鎮圧できずに自殺し、順部の主賓側、病として、 辞任を申し出、不正死の総春りだけが混迷を守っていた。そのため皆豊か御門は、雲南省の情勢を熟知するクレブリを総督に任命したのである。クレブリは、先総合部の方針で臨み、降伏する、海民は許し、降伏しないものは相当した。また殺戮や略奪を行う肝心の断念を法に照らして処罰したため、一時的に情勢は安定した。 1858年、昆明を攻撃した馬女流軍を撃退した。運気総督を辞任した後、子が三政省で役職に就いていたため、三政省で隠居生活をしていたが、1862年に先制省で軍務に就くことを命じられた。ありがとうございます。